やあ、どうも、おめでとう存じます。いやいや、あめでたい、めでたい。お雑煮はもうみんな祝ったかい。カレーでこうやってな、神様の区別なく私どもじゃ、車座になってお雑煮を祝うという。いやあ、おめでとう。はい、おめでとう。はい、はい、おめでとうございます。今日は何かい、どこに水菌が入ったな、日菌、水菌と、これだけが、百鬼族のご褒美をあげるんだよ。さあさあ、え初めて、お前のところ、いやあ、これはめでとう。まあ、今年は、めでたいよ、お前は。まあ、とひまわりがいいからな。あとは、大きいところ。おー、それは結構。さあ、どうも、どうぞ。お家の中からお金が出ましたで、この御神代はますます金持ちになるという、藤浦はいかがでやすな。いや、どうもありがたいな。ああ、それは、何が悪いかってやだ。え急増じゃないか。なぜそんなところ口を出す口を出すったって、お家の中から金が出て金持ちってな逆断で。今に言わせれば、金の中から餅が出たら金持ちかもしれないけど、餅の中から金が出たら、この神社や餅金ではどうだ。何を言わん。嫌のない奴があるもんだ。そっちでそっちで。バカ野郎。ああ、もうどういうもんで、あなたがどう、まことにこんな時に送るよ。何をしてるんだ。ホルンの中から苦労だし。俺も、どうしたんだ。八枚のあのホルンの中から、苦労だして、その通りだが、わしは草場の川から拝んでる。なぜそんなことを言う。まあ、どうもしようのない奴が相手のことを、どうかって何日相当そう、こうとも言いたくないから俺我慢するがな。あんたにねえましい奴何でも一緒にばっかり、はい、おめでとうだに。はい、だいぶお年玉が来るようだな。こちらへその落ちのないようにまたこっちも行かなきゃ、正面にみんな命令つけてくんなよ。ああ、大きめありがとう。ああ、こっちに持ってきな。さあ、そろそろ私がじゃあ来てよ。さあ、こっち、ほど。さあ、こっちだけ。さあ、早く読まなくちゃいけねえ。こっち正面に俺が止めるのは華麗になってるんだ。なんだ、なんだよ。伊勢屋の吉兵衛さん。ああ、半一が一条。ああ、それがいけないよ。伊勢さんとこう言えばいいの。伊勢屋の吉兵衛さんはいけない。な、あちらじだけで言うんだ。さあ、あとはなんだ。え、あとはなんだよ。千円目当て。なんだ。え、なんだよ。飲んで、仕事。なんで仕事をさ。変なこと言いなさんね。伊勢屋の東兵衛さんで仕事。いけないな、どう。私が変わって、一つ、どうかい。お前がやってくれ。ことがからかってでね、仕事だなんて。一番先嫌な子が落ちやねんか。ええ、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 お前に言うことが一日気に入った。名前はなんてんで、そこはいかがでございます。即なんだよ。こちらのもんじゃねえか。どうじゃもわせんで。今の、徳次郎、ああ、福島徳次郎さんから。ああ、それはありがたい。即、声だけ筆を止めて、あとは、お前さんの方でつけといてくださいよ。もう、どうしよう、そこら、お宝、お宝、お宝、おおおおお、ありがたいな。宝船を買いなさいよ。ああ、早く売りに来る。結構結構。早いのを買わなくちゃいけない。ああ、おい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 。宝船を、おいおい。宝船を、おい、どうしたんだ、行っちゃってるね。船屋さん。宝船は一枚いくらで、一文。一文？っていうのは嫌だな。ただ気にする条文だよ。それじゃないでな。同じことで余問と言ってくれるがいいじゃねえか。な、どうも。それとも指紋なんだよ。な、何言ってんだよ。意味がねえな。言ってくんな、言ってくんな。お前のような奴は、断られちゃ困るんだよ。私だって、好んでこんなものを売ってあるんじゃねえんだよ。子供にはしなれ、かかわはその飯に死んでしまいます。なんだな、こいつは。ほっぱらってくんな。気を放ってくんなよ。まだ、やだやだやだ。もう言うことがみんな間違ってやってもと、気になることばっかり言いやがる。旦那様は危ねてしまって、もう宝船はよそうというご立腹。また女性ない番頭さんが一丁ばかり立ち入っ
って待ってる。ところへ宝船、宝船、宝船。道中様のこう宝を宝、おーおーおー、船原、いい、あがあまあまあまあ、待ってんな。お前が大変に行けないんだ。この先の呉服屋だがな、こっち側だよ。ああ、じじわかるがな、ここのとこを通るときに、せよとお前が呼んで、毎週、いいのいいことだけ。で、一枚一問だろう。よくご存知だよ。別の一つ、よもんとこう言ってもらいたいんだ。ね。それによって10枚、100枚を突っ込むひねえが、50、400というようなことを言ってもらって、意味のいいことを並べりゃ、ご主人の一つもご主人が治ってもらえるんだ。ちょっとうまくやってくれ。かしこまりない。コンプレーターでやったら大丈夫。宝船、恵方から舞い込んだ大宝か。ははは。君らさん、こっちを入り。おめでとうございます。一枚いくらだよ。4でございます。10枚は40。わあ、ははは。ああ、気に入ったな。さおい、お酒を持ってきな。お外がいいだろう。最初は一つおめでたくな。さあ、お上がり。お酒をやるかい。カメノコのように頂戴をしよう。ははは。言うことがめでたいや。うん、新人付き合いをしてもらえて、お前さんのうちはどこだよ。お酒と、いいとこだなぁ、と。あの辺にうちの親類があるが、お尋ねし、水町どの辺で、それから高砂町へとじゃ、それから千歳町、緑町、わぁ、いいとこばかり並べてら、ほんとは、父ちゃん中野家でおめでたいことばかり並べてくれるのは、嬉しかったなぁ、と。わかってみよ、お前が、そうだよ。今に出張をする。頑張ってます、と。わかってみ、結構でお酒をいただきまして、ふら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 しているところはまるで宝船に乗ってるようなこの味である。言うことがめでたいなぁと。そんなことはニコニコお笑いになるところはまるで大切そうなようですな。なんだか知らねえ。おいおい、三人で持ってきな。そりゃご主人で私の大特進だからな。これは一つ。ああ、恐れ入りましてはなぁと、こんなものを頂戴いたしましては、愛しません。俺、今、のれんをせっと、まって、顔をお出しになったのは、まるで、いった弁天様。私は初めて言われたが、どうも、あれは、なんて言うんですか、どちらの、どちらの人って、うちの行だろうと言って、お嬢さんと言いまして、あした、まるで私は、弁天様だと思いましたが、どうも、自由、せっと、やつが、ご生涯は繁盛。それから先には、ご信頼はだん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 と太るばかりで、こんなおめでたいことはないのでは、まあ、またやつに、もうて、おいおい、三人を持ちが取れちゃいけないよ。今日を弁天様と言われた日には、そんなに嬉しいことというのはあるわけのもんじゃない。じゃあさ、かまわず、どんどん、なかなか行きない。ありがとうございます。あ、これは教えてもらいました。ご坊に立ち向け、ご坊さん数々をおめでたい。このお家を引き継ぐのようでは、な、宝船で。そういうわけで、今日と私で日記がご紹介がご福でございます。